皆さんこんにちは。ここは堺市の JR 阿佐駅前。今回は堺市阿佐ヶ山からポケットカメラで GO プラス 3DS カメラ。まずは駅舎、反対側も、本来の目的と関係なく川の中を見てます。ほい、カメ。電車と西よけ側、して阿佐ヶ山公園に到着。公園の中は人が多いので花壇を見てみる。花壇の花、同じく花壇。という場所でした。与謝野晶子歌碑、大和川橋梁、遥かと黒潮、600m にわたりツツジの丘が広がる。全体像、川の南側なので逆光になりやすい。ちょうど良い向き。最後はこれで。ご視聴ありがとうございました。